I have been impressed with the urgency of doing. Knowing is not enough, we must apply. Being willing is not enough, we must do it. Leonardo da Vinci. Correction of my mistake. In the following video, I Hiroshiyashi explained about the numbers in the Battle of Kashina by Michelangelo Branuti, saying that these numbers depict Christ Resurrection Bible, which is, however, wrong. These numbers depict Christ biblical Cain in Jewish Gematria. 後日、ミケランジェロのカッシナの戦いの中に隠されている文字775027についてキリスト復活聖書と説明していますがユダヤ・ゲマトリアによれば正しくはキリスト聖書のインです。あらかじめ訂正しておきます。 Two paintings were commissioned from Leonardo da Vinci and Michelangelo Branotti by Piero Soderini, a statement of the Republic of Florence. They are intended to be frescoes painted on the walls of the Salon de Cinquecento in Palazzo Vecchio. Both are to be decorated by Leonardo and Michelangelo, who are commissioned to depict. The Battle of angari by Leonardo and the Battle of Cascina by Michelangelo. This fact indicate that when Michelangelo was commissioned, Leonardo was still alive, which is a very important fact for today's story. Florence no says Gadiata Piero Soderini. 二人の画家、つまりレオナルド・ダ・ヴィンチとミケランジェロ・ブラノティの二人に二枚の壁画を描くように依頼しました。それら二枚の絵はパラゾ・ベッキオにあるチンクエッセント宮殿の壁画として飾られる予定でした。ダ・ヴィンチはアンギャリの戦い、またミケランジェロはカッシナの戦いを描くように依頼され、 これら二人の画家はそれぞれ正確なスケッチを書き残しました。がここで重要なことは二人の画家がピエロ・ソデリニに絵の依頼を受けた時には当然のことながらまだ二人の画家は生きていたということです。特にミケランジェロがカッシナの戦いのスケッチ画を描いた時にはダヴィンチはまだ生きていたということです。ここが 重要です。ミケランジェロはそのカッシナの戦いの絵の中に、775027という数字を隠し文字の形で書き込みました。キリスト教会用語で77はイエス、50は復活、そして27は聖書を意味します。つまり、聖書によりイエスは復活した。 で、ここが重要です。その775027の数字の中から、ダヴィンチは572という数字を抜き出し、それを自分の死亡日とあらかじめしました。ダヴィンチは67歳の5月2日に亡くなったということになっています。が、その死亡日は775027、つまり 聖書によりイエスは復活したという数字の中から取った3つの数字によってあらかじめ捏造された死亡日だったのです。つまりダヴィンチは67歳の5月2日に死んだことにしてこの世を去ったということになります。さらに言えばこの死亡日はダヴィンチ自身によってあらかじめ 捏造されたものであり従ってダ・ヴィンチははその日には死んでいないなということとになりますもっとわかりやすく言えば、ダヴィンチはまだ生きている間に自分の死亡日を775027に合わせてあらかじめ用意していたということになります。さらに言えば、ミケランジョロはダヴィンチの正体を知っていました。つまりダヴィンチは 1500年後のイエス自身であったわけです。775027つまり聖書によりイエスは復活したというのはそういう意味です。だからカッシナの戦いの中でミケランジェロは王冠をかぶったイエスを表現しました。つまり王の中の王という意味です。 カッシナの戦いの中の向かって右端で足の皮をベロッと剥いでいるのがダヴィンチ、つまり1500年後のイエスということになります。一方ダヴィンチはアンギャリーの戦いの中でやはり隠し絵という手法を用いて頭から血を流しているイエスを表現しました。イエスは死んだ。 と言わんばかりの絵です。その手の甲には性魂がついています。注意深くご覧ください。つまりこうして、私は死ぬ、あるいは死んだと。が、これら二枚の絵画が鎮血戦と宮殿の壁の両側を飾っていたとしたら、どうなっていたことでしょうか。 が、当時の二人の関係を知れば、そういうことはあり得ませんでした。そのあり得ないことが、そのチンクエセント宮殿で起きようとしていたのです。ダヴィンチの正体を知ったミケランジェロ。自分の正体を見抜かれたダヴィンチ。1500年後のイエスであるという正体をミケランジェロによって見抜かれたダヴィンチ。それゆえにダ、ダヴィンチは、この世を去ったことにしようとした。 で、あえて、775027の中から3つの数字を選び自分の死亡日とした。67歳の5月2日です。繰り返しますが、だからこの死亡日はダヴィンチ自身によってあらかじめ、あらかじめ捏造された死亡日ということになるのです。つまりダヴィンチはその日には死んでいない。 そしてダヴィンチが1500年後のイエスであったことを考え合わせるなら、そのイエスは現在の今もこの世界のどこかで生きているということになります。私、林博史はそのように判断しました。広志林ハーママシティジャパン。 それでは画面を見ながらもう一説明します。これが、えー、ピエロ・ソデ・リニです。英語の方では、えー、ステイトマンとなっていました。すなわち、大物政治家という意味ですね。そのソデ・リニがですね、二人の画家、すなわち、えー、ダヴィンチとメケランジロに壁画を描くように依頼した。 ということなんですねこれがその宮殿です。中央にあるのは宮殿です。この宮殿、まあ、どこか分かりませんけどもね、えー、どこかの壁画を描くように依頼したわけですで、ダヴィンチと、まあ、ミケランジェロがそれに応じたということになります。で、ダヴィンチの方はですね、えー、アンギャリの戦い、そして、えー、ミケランジェロの方はカシナの戦いの絵を描くように依頼されたと。で、左下がこれがあのアンギャリの戦いです。そして右が、えー これがあのシーの戦いです。まあ、ですからダヴィンチもミケランジェロも正確な、なんて言いますか、スケッチ画を、まあ、最初に描いたということになります。で、これがその宮殿ですね。で、まあ、このどこかの壁画として、えー、描かれたあ、まあ、描かれていた人たらですね、このようになっていたというふうに、まあ、ちょっと私が絵を貼り付けてみました。まあ、左に、まあ、ダヴィンチ、右の方にミケランジェロの絵という、まあ、壁画ということになります。 まあ実際にはこんなことはありえなかったと思いますね。まあその理由はまあ、おいおい話していきたいと思いますけども、ともかくもこのようにして、まあ、引け顔、まあもし書かれていたとしたらね。 で、しかし、ここで重要なことは先ほど言いましたように、その右の、その、ミケランジェロの、その、カシナの戦いの絵が、まあ、壁画、まあ、いわゆるスケッチができたときにはですね、まだダヴィンチは生きていた、生きていたと、生きていたということは重要なんです。というのは、その、右のですね、あの、カシナの戦いの壁画の中には、まあ、隠し文字の形で数字が隠されていました。バイ、林ロシです。えー、で、よく見ますとね、これ7。 最初の私、7という数字に気がついたんですね。そ、れから、あとまあ簡単。もう一つは、あの、上に棒を持った人がいますでしょ。その棒あの、笛のような棒を持った人がいますね。その棒を先を伸ばしてみたら、その、それぞれの数字に行き当たったということです。まあ、そこからの発見しました。まあ、裏話ということになるわけですけどもね。それで、7502という数字が浮かんできたと。そして、一番右端にいるのがこれ、ダビンチだということは、その前に分かってましたからね。 顔の顔が一致しましたので、ダヴィンチだということは分かってましたので、まあこれはダヴィンチであるとね、7502という数字がですね、ダヴィンチのまあ死亡年とですね、それから5月2日という数字につながったわけです。で、ダヴィンチは67歳の5月2日にまあ亡くなった。 亡くなったということになるわけですよね。というのはもう、この、この絵そのものがですね、カシナの戦いの、ミケランジョロのカシナの戦いがですね、の絵がですね、ダヴンチが亡くなる前に描かれているということですからね。ですから、7502に合わせてダヴンチが死んだということになるわけです。逆だったらね、例えばこの絵がダヴンチの死んだ後に描かれたとしならば、ミケランジョロはダヴンチの死亡日に合わせてその数字を書いたということにも考えられるわけですけども、 そうではなくて、この絵そのものがですね、ダヴィンチが死ぬ前に書かれていたということになりますと、7502に合わせて、ダヴィンチが、まあ、あの、自分の死亡日を設定した、あらかじめ設定したというふうに、まあ、考えられるということですが、しかしこれだけではまだ十分じゃありませんよね。で、7502の他にですね、まだ数字がありますね。一番右の方は私これ初め1と読んだんですけどもね、7750、まあ、7か1かなというふうに読んでたんですけども、7502、数字一番右の方にも7がありますね。そして、775027という数字が浮かんできたわけですね。この この775027の意味をですね、まあ、ある方が調べてくださいまして、777はチーザスである、イエスである、号令はあ復活、それから27は失聖書という意味だということを教えてくださいました。と,ということになりますと、この、まあ、775027を、まあ、どういうふうに、あとはね、組み合わせて解釈するかですけども、イエスバル復活、 聖書ですから、聖書によりイエスは復活したというふうに取れるわけです。その775027を取ってダ、ダヴィンチが自分の死亡日とした。なわち、まあ、あの、あらかじめ752を取って、その意味はですね、私は実はイエスだったんだよということを、その、ま、数字の中に、ま、り込んだということになるわけです。もう一度繰り返しますと、ダヴィンチは、えー 67歳の5月ですね。5月に、日に亡くなっていると。だから752が浮かんでいくる。その752という数字をですね、アルカリジメソのミケランジェロは、まあその死亡日とは、 なるとは思ってなかったんだろうと思うんですけども、その775027という数字をですね、ナチ、イエスは聖書により復活して、そのステーの右端にいるのがダヴィンチである。ダヴィンチを、まあ、王冠をかぶったダヴィンチを描いたということになるわけです。ナチ、イエス、いわいわゆるまあダヴィンチがイエスであり、イエス,、まあ、ダビイエスがダヴィンチとして復活したと。そういうことを聖書ーシ、まあ、聖書によって、そういうことが、まあ、予言されたように復活したんだということを、ミケランジュラはこのカシノの戦いの中で、まあ、表現したということになります。まあ、これで謎が解けました。 そして、まあ、その77502なるどこから来たかというと、今言いましたように、えー、ミケランジュラは当初はイエス復活聖書そうその絵を見てですね、ダヴィンチが750、752を取って、自分の死亡、あらかじめですね、死亡日として、その日に死んだことにしたというふうに考えられるわけです。で、これがダヴィンチですよね。 で、これがアンギャリーの戦いですけども、この、もう一度見ていただきますと、この、これは、あの、森本悟志さんって方がね、この絵を見て、まあ、いろんな絵が隠されているんですけども、こうした絵も隠されているよということで、教えてくださったものです。この頭のこの円形がですね、逆さまにしますと、これが、ハロー、氷になるっていうわけですね。そして、その、この人物の、まあ、向かって右、左手にはですね、手の甲には成功があります。 チーブかご覧ください。これは、それによってこの人物がイエスであることを示しているわけです。で、まあ、血のように見せかけてます。これは、まあ、核性ですね。このアンギャルの戦いの中には、私が発見しただけでも十数個の核性が、あの、隠されています。そしてこの手の甲,手の甲にはあの、あの、あのまあ、いわゆる聖痕があります。なあち、この人物はイエスであり、まあ、あの、イエスがまさにね、馬に踏みつけられて、真対応と、死ぬ、死まあ、まさに、まあ、まあ、 死に、死の、死に対応ってのもおかしいですけどね、生きてますからね、なんて言ったらいいんでしょうか。ともかく、まあ、あの、死にそうな状態を描いたということになるわけですね。そして、手の甲には成功が残っているということです。このような形で、ダヴィンチはアンギャルの戦いの中で、これはイエスであり、イエスはまさに死ぬところですよ、ということを、まあ、私たちに、まあ、メッセージとして残した、残したということになります。で、結論ということになりますけれども、その前にもう一回のし、あの、知っておいていただきたいのは、これがあダヴィンチの、まあ、熱造された、 画像ですここに今4人の、まあ、人物像を紹介しますけど、これはみんなあのダヴィンチ自身ですね。まあやはりまあ、比較して、まあ、細かいところを精査していただくと分かりますように、違いがないという点で同じ人物だということなんですよ。あのこうしたあの、まあ、顔というのはそういうものなんですよね。あのそれぞれ表情を見る角度。 年によっても違いますからね。ですから、まあ、あの、違いがないという点で同じということに判断し、していきます。まあ、上と右の絵ダヴィンチの絵は似てますね。で、下がダヴィンチの実像。真ん中の下がダヴィンチの実像と判断してます。というのは、この絵だけはですね、他の人物と一緒に、まあ、描かれているという点ですよね。なあち、まあ、まあ、3D モデリング方式ではできないということです。そして、まあ、ダヴィンチの特徴をな この後にもう一回その同じことを繋げておきますから、またよろしかったらご覧になってください。そちらの方で詳しく説明いたします。いわゆる鋭い目つき、三白岩ですね。それから、バシバーナー、それから、あの、割れた顎ですね。まあそういったことです。これがまあ、左上、左にいるのがダヴィンチということになります。で、このダヴィンチがですね、その、いわゆるまあ、 ミケランジェロのカシナの戦いの右下に書かれている。そしてそのダヴィンチは足の皮をベロッと吐いている。そして、まあ、あの、頭には王冠をつけているってことになるわけです。まあ、左に王冠をつけている、まあ、ダヴィンチの絵を皆さんに見ていただきますけど、やっぱり同じなんですね。あのー、 いわゆるまあ角度も同じですし、この耳が特に注意していただきたいと思うんですね。耳というのは非常に個人差の大きい部位でしてね、そしてあの同じように書かれているこ、まあ、小さな小耳といいますかね、耳たぶのない耳、それからあのこの耳ですね、このコブがありますね、これもダヴィンチの特徴です。そして、ああ青が二つになれている歯並びのあるい歯、大きな口、それから鋭い目、それからあの細い眉毛ですね、そういったところにダヴィンチの特徴があるということです。なお、これら二人,人物、なち右がダヴィンチですから、左もダヴィンチということになっていくわけです。 で、その左の、まあ、ダヴィンチの絵顔がですね、先ほど言いました、カッシの戦いの右下に書かれて、しかも繰り返しになりますけれども、王冠、王冠と言いますかね、あの、花をかむって、すなわち、この中の、いわゆるレプタリアンの群像と私は呼んでますけれども、レプタリアンの群像の中の王、いわゆるキングであることをこのような形でして、ミケランジェロは表現したというふうに私は判断しています。もう一度これ見てくださいね、あ,のあ体がですね、ボコボコのいわゆるレプタリアン独,独特のですね、コブだらけの、 人間ですね。これはあの人体の美を追求した絵ではありませんよ。で、結論ということになります。これが、あの、ピエロ・ソル・ソデリーニですね。で、この、まあ、大物の政治家が宮殿の壁画を飾ってくれると、まあ、あの、二人の画家に依頼したと。 そして、二人の画家がそれぞれスケッチ画を残したということですね。しかし、まあ、ダヴィンチとミケランジロがね、背中を合わせに絵を描くなんてことはあり得ないわけですからね。ダヴィンチがそれを許さなかっただろうと思いますね。まあ、実際、その壁画は両方とも完成していませんね。ですから、まあ、スケッチ画しか現在見ることはできませんけども、そのスケッチ画に基づいて、この壁画を描こうとしたわけですね。まあ、左か右かわかりませんけども、たまたま私は、まあ、左の方にアンゲルの戦い、右の方にカシナの戦いの絵を並べていました。このような形で、ね、もし完成してるわけですよ。こんなことになったわけですけども、まあ、二人とも自分 自分では絵を描かない人でしたからね。描いてませんね。あの、全部、まあ、コンピュータ、グラフィックスのようなね、高度な機器を使って描いていましたから、まあ、こうして背中合わせにペン、筆を持ってね、絵を描くなどということはありえなかったわけですし、またね、立場上ありえなかっただろうと思います。それについてはまた、おいおい説明していきますけども、ともかくもこの中に775027という数字が書き込んであったと。でそれはイエス、復活、聖書という意味であると。そしてその75、その2を取ってダ、ダヴィンチは自分の死亡日を描いたわけですね。 ああ、とうとう、私の正体を、あの、ミケランジョロに見抜かれてしまったか、仕方ないな。マリアともうまくいってないし、長い,いしすぎたようだ。だったら、67歳の5月2日に死んだことにして、まあ、ここから去るか、というふうにダ、ダヴィンチが考えた、ということになります。少なくとも、67歳の5月2日にダ、ダヴィンチは死んでいない。イコール、現在の今も、この世界のどこかに、 生きている可能性が大変高いということになります。いかがでしたか Bye for now! Here in this video, it's my pleasure that I Hiroshi Hayashi can explain about a very important message from Michelangelo Bonanotti a message hidden in the sketch of the Battle of Cascina, in which we can read that Leonardo did not die on the day of May the second in 1519, and Leonardo himself was Jesus Christ after 1500 years. His d e s t was concocted with this message by Leonardo da Vinci himself. カッシナの戦いの絵は、もともとは壁画として描かれる予定のものでした。ダヴィンチの描いたアンギャリーの戦いの反対側の壁に描かれる予定だったと言われています。が、その壁画は描かれることはありませんでした。 現在、私たちがカッシュナの戦いと呼んでいる絵は、そのスケッチ画ということになります。ミケランジェロの弟子がそのスケッチ画を正確に模写していました。そのカッシュナの戦いの中には、ダヴィンチの秘密に関する重大なメッセージが隠し文字として書かれていました。つまり、ダヴィンチは1500年後のイエスであり、また少なくともダヴィンチは一般に言われているように、 1519年の5月2日、67歳で死んではいませんでした。その死亡年月日はダ、ダヴィンチ自身によって捏造されたものです。つまり、まだ生きているということになります。ダヴィンチは1500年後のイエスでした。そして、1519年の5月2日には死んでいませんでした。つまり、イエスは、まだ生きているということになります。広し早市、浜松市ジャパン。 と、えー、元々はですね、カッシナの戦いの絵はですね、パラゾベッキオにありますサロンディ・シンクエセントの壁画として描かれる予定のものだったようです。で、ミケランジェロがそのスケッチ画を描いたわけですけども、弟子の一人がそのスケッチ画をコピーしていました。現在私たちがカッシナの戦いと呼んでいる絵は、そのコピーした絵ということになります。まあ、これがそのカッシナの 戦いの絵ですけれども、ここに中心にいるのが、ダヴィンチ自身です。足の皮をベローッと剥いています。靴下を剥いているわけではありませんよ。で、ミケランジョルです。えー、ミケランジョルの書いた右下がカシナの戦いです。で、その前に、話を進める前に、一つ大変重要なことを皆さんに話しておかねればなりません。これが、まあ、私たちが知っているダヴィンチの自画像ということになります。ダヴィンチは生涯において、 たった一枚しか肖像画を残さなかったと言われてますけども、実はその逆で彼の描いた絵のほとんどが自分をモデルにして描いたものだということです。まあ、どこかで説明しましたけども、3D モデリング、まあ、方式ですね。現在私たちが言う 3D モデリング方式で、まあ、いろんな絵を描いていました。ここに紹介する4人も全てリオノード・ダ・ヴィンチです。えー、4人とも、 ま、共通してですね、同じ特徴を持っています。そして、比較してみると分かりますように、違いがないという点で、同一人物だというふうに、林博士は判断しました。この説明も、この続くビデオの中でしますので、えー、興味のある方はどうかそちらでご覧になってください。要するに、今言いましたように、まあ、似てる、似てないというレベルではなくて、違いがないという点で、同一人物と判断しました。まあ、まあ、大きくなって言いますか、鍵花、それから頬の下のコブ、耳の下にも多くなって というか、頬骨。でから、歯並びの悪い歯。それから、あの、細い眉毛。などが、まあ、リオネル・ダ・ヴィンチの特徴です。そうした特徴を皆持っています。で、特に、中央下のこの人物に注意していただきたいと思います。これがリオネル・ダ・ヴィンチの私は素顔だと思います。というのは、周りに人がいますから、これは 3D モデリング方式ではできない絵なんですね。ですから、これがリオネル・ダ・ヴィンチの真の顔ということになります。で、この絵の中に、 その、リオナルド・ダヴィンチがいますけども、まあ、カシナの戦いですね。ここにいるのが、リオナルド・ダヴィンチです。まあ、先ほど言いましたように、足の皮をベローッと剥いています。そして、頭には王冠をつけている点にも注意してくださいね。そして、反転して、もう一度、まあ、比較してみます。右が、先ほど言いましたように、リオナルド・ダヴィンチの素顔。 ということになります。そして比べてみますと、やはり違いがないという点で、これら両者は同じ人物なうち、左の人物はレオナルド・ダ・ヴィンチということになります。ポーズも同じですね。で、まあ、これがあの、もともとは、ミケランジュの書いたスケッチ画のコピーであるという点に注意してください。そして小さな耳ですね。耳というのはですね、個人差が大きいものですから、このように塗るということは大変まあ、あり得ないということが珍しいことですね。大骨。それから小さな小鼻。 それから、あの、わしばですね。大きな口。それから、顎ごが2つに割れてますね。まあ、そういったところを、まあ、注意してみてください。なおち、左の人物は、リオナルド・ダヴィンチということになっていくわけです。まあ、これはもともとの絵ですけども、もう一度、まあ、ここで比較しています。 国境の、ま、重要なポイントということになりますから、皆さんにもぜひ確認しておいていただきたいと思います。で、冒頭の動画の中で見せました、まあ、ダヴィンチが左ということになります。そして反転して比べてみますと、やはり同じって、も当然同じですけどもね。まあ、こうした、ま、コピーが残っているということですね。そして比べてみますと、こ,これら両者は同じ。なおち、右がレオナルド・ダヴィンチですから、左もレオナルド・ダヴィンチということになります。 チューブからご覧ください。そして皆さん自身で納得していただきたいと思います。まあ、あの、ダヴィンチの特徴っていうのは、あの、まあ、私たち知っている人画像にはその特徴はみんな,みんな持ってますけどもね、あの、もともとは同一の一つのモデルから作られた、まあ、ジ像といいますか、だということになります。 なわち、繰り返しになりますけど、みんな、レオナルド・ダ・ヴィンチですから、左も、レオナルド・ダ・ヴィンチということになります。そして、この、ダ・ヴィンチの頭を見ていただきたいと思いますけども、冠をかぶって、その冠には花がついています。まあ、こういう形でですね、えー、ミケランジェロは、この人物が、レオナルド・ダ・ヴィンチであり、そして、これの、まあ、私がレプタリアンの群像と呼んでいる、この群像の中の王者、すなわち、まあ、キングであることを示しています。なわち、レオナルド・ダ・ヴィンチが、えー 王者ということになるわけですね。ここが重要なポイントですから、しっかりと確認しておいてください。まあこうした絵、そしてこのレプタリアの群像の中の人間はみんなボコボコとコブがついていて背中にヒレのある人、それから皮を剥いている人が2、3人います。なあち、 まあ、少なくとも人間ではないということですね。そして、隠し文字の話をしたいと思います。まあ、これ一文字とも言うんですけどもね、人間の体でですね、文字や数字を表すというわけです。これは、love, すなわち love を意味しています。同じように、この中に隠し文字、すなわち数字が仕込まれています。まあ、これを発見したとき、私は本当に震えました。7、5、7ですね。そして、ここに5が隠れています。そして、0ということになります。 中部からご覧ください2で、すすね、えー、一文字で,で7502という数字に注意してください。上にはイボットといって、ボスニア語で生きているという意味が隠し込まれています。それについてのビデオはこの後に繋げておきます。7502ですね。まあ、今,日今は750に注意してください。で、7502に注意して、この数字を並べてみますと、えー、ダヴィンチの死亡日と一致します。レオナルド・ダヴィンチは67歳の5月。 2日に死んだことになっています。なわち、この日に合わせてダ、ダヴィンチは自分の死亡日を捏造したということになります。と言いますとね、まあ、この絵を描いたのがとダヴィンチが死んだ後ということになりますと、ミケランジョーナはそれをしていて、この中に込んだというふうにも取れますが、そう判断するのはちょっと待ってくださいね。要するに、レオナルダヴィンチはここにも書きましたように、5月、なあ5番目の月の,、えー、の 2, 2日に亡くなっている。67歳。ですから、67歳で、5月2日に亡くなっているということになってますね。 皆さんの、まあ、ご存知の死亡日と一致します。しかし、この死亡日も実は捏造されているということになるわけです。で、さらに、この隠し文字を読んでみますと、さらに両側に7という数字があるのがわかります。まあ、それに、この775027の意味をですね、調べてくださった方がいらっしゃいます。あたさんという方ですけれども、775027の数字の意味,意味をですね、調べてくださったところ、77はイエス。 の代名詞です。50は復活の代名詞です。そして27は聖書の代名詞ということが分かりました。まあ、このように、キリスト教徒たちはですね、数字によって言葉を表していました。ならち、イエスは聖書に従えば復活するという意味になります。ならち、この日に合わせてダヴィンチは自分の死亡日を設定したということになります。ならち、ミケランジェロの後で七五零二を書き込んだのではなくて、あらかじめ、ま、あ ダヴィンチは自分の死んだ年、67歳の5月2日に、というのは、もともとは、イエス、聖書によるイエスの復活ということを、その中に、まあ自分の死亡日の中に織り込んだということになります。なあち、ダヴィンチは1500年後の自らイエスであったということを、このような形で告白したということになります。そして、その日に合わせて、67歳の5月2日に、まあこの世を去ったことにしたわけです。なあち、ダヴィンチはこの日には死んでいないということになります。少なくともね。 と同時に、えー、ダヴィンチは1500年後のイエスということになりますから、今、現在に今も生きているということになります。もう一度、このカシナの、えー、絵を見ていただきたいと思います。これは、えー、1542年に、まあ、コピーされたものということになっています。で、このカシナの戦いについていろいろな説明がなされていますけれども、まあ、それはそれとしておく、おかねばならないと思います。まあ、これがカシナの戦いですね。 で、AKR428B さんからこのようなメールをいただきました。まあ、このようなね、まあ、番組があって、このカシノの戦いについていろいろと説明されていたと、ま、報告してくださいました。まあ、一般にはこのように理解され、説明されています、えー。どうかお読みください。 もともとカッシナの戦いというのはですね、えー、ダヴィンチが予定していました、えー、アンギャリの戦いの、まあ、反対側の、まあ向かってね、反対側の壁画として、えー、描かれる予定のもとだったようです。ならち、えー、ダヴィンチがアンギャリの戦いを描き、えー、ミケランジェロがカッシナの戦いを描く予定だったようですね。まあ、がしかし、このカッシナの戦いの絵はですね、まあミケランジェロを妬んだ人によって、まああのー、 元々のスケッチ側ですね、破壊されたというふうに、まあ、あの、言われています。で、まあ、このような説明が、えー、テレビの方で、まあ、NHK の方で、えー、説明されていたというふうにね、まあ、あの、メモをして報告してくださいました。一般的には、このように説明されているということです。 で、そっくり同じことがウィキペディアの英語版の方にも書かれていました。偶然の1と思われます。まあ、興味ある方は、その都度ポーズして読んでみてください。まあ、要するに、林博の説とは全く違うということですね。 もちろん隠し文字 discovered by 林博士です。で、結論ということになりますけども、順に並べて考えてみたいと思います。上のカシナの右下に書かれているのは、これはレオナルド・ダヴィンチ自身であるということです。そして頭には王冠をつけています。なあち、このレプタリアンの群像の中の蝶ということになります。なあち、ダヴィンチがその蝶であったということを、ミケランジェロはこのような形で示したということになります。 そして、ミケランジェロは、頭の戦いを通して、そして、7502という数字を織り込み、込みました。なあち、67歳の5月2日に亡くなったダヴィンチのことを意味しています。しかし、その7502はですね、ダヴィンチの死亡日に合わせて、ここに描き込まれたものではなくて、そもそも、775027という数字がですね、復活、イエス、聖書という意味だ、ということがわかりました。 すなわち、その日に合わせてダ、ダヴィンチ自身が自ら自分の死亡日を決めたということになります。なわち、67歳の5月2日という数字は、ここから生まれた。すなわち、その日に合わせてダ、ダヴィンチが自分の死亡日を捏造した。すなわち、言い換えますとダ、ダヴィンチはその日には死んでいないということになります。そして、復活ということを、まあ、 ダヴィンチ自身が意識していたということになりますと、ダヴィンチ自身が1500年後のイエスだよということを、自らがこういう形で、まあ、あの、死亡日を通してですね、表現したということになります。自分の死亡日を通してですね、自分はイエスの復活した姿なんだよということを、ダヴィンチ自身がこのような形で告白したということになります。ですから、5月2日には死んでいない、少なくとも死んでいない、イコール、えー Yes, 私のはありませんから、現在の今も Yes は生きているということになります。これが私、林博士の結論ということになります。いかがでしたか ?Bye for now!Hiroshi Hayashi will present you a video forum on ancient mysteries and wonders of the world. Today's story starts with a mail from Mr. AKR4285-san, a mail in which Mr. AKR4285-san has reported about a program broadcasted on NHK. The program was on the Battle of Kashina, painted by Michelangelo Branotti. My idea is, however, quite different from these ideas mentioned and explained in the program. And here is my answer to the very mysterious painting by Michelangelo Branotti. It is up to you which one of our ideas you take to believe. Mine or Japanese scholars. AKR42853からこんなレポートが届いています. カシーナの戦いについてのものですが、おととい NHK でその絵画が紹介されていたというのです。私が今まで説明してきた解釈とは全く違う内容のものだったようです。AKR4285 さんからのメールをそのまま紹介させていただきますが、その内容はウィキペディア百科事典の英語版そのままであることに驚きました。 その英語版もそのまま紹介しておきますので、興味のある方はどうかお読みください。で、それはともかくも私の説と NHK の説、どちらを信じられるかは皆さん自身の問題ということになります。皆さんご自身でどうか判断してください。続けて私が以前作りましたビデオをそのまま紹介しておきますので、そちらもどうかご覧になってください。で、私の率直な感想です。 私はあのウサギとカメの話のカメということになります。世界がまだ眠っている間に私はこうしてさらに前に進みます。AKR428 五さんからのメールを読み私はそう感じました。AKR428 五さんどうもありがとうございました。ということで今、AKR428 五さんからのメールを皆さんにこうして紹介しています。まあを指差し敵の襲来を告げるもの。 というふうに書いてありますね。そして、まあ、ラタイ彫刻の美を、まあ、追求したものであるというようなことですよね。で、ウィキペディアの英語版の方にも全く同じことが書いてあります。まあ、まあ、さらに言えばですね、英語版の方がさらに詳しいということですね。その前後のことをですね、詳しく説明しています。 まあ、このあたりから同じになってくるんですね。Army was initially taken by surprise. 突然の襲来に驚くと。まあ、そういったこと、内容ですね。そして、サルン、ピサンアタックと。まあ、それにはね、ピサンの攻撃、突然の攻撃でね、えー、そちらの方向を指さしているという表現も次に出てきます。ここですね。Uh, point towards a ピサンポジションと。ピサンの方角を指で示していると。 まあそういった様子を表したもんだ。そしてここにね、naked male figure と。まあ裸のね、まあ人間と言いますか男性の像を、まあこのような形で、えー、ミケランジェロ・プラノティは追求していると。そういうことですよね。まあ続くビデオどうかご覧になってください。判断なさるのは先ほども言いましたように、あなた自身ということになります。bye for now.